ボドラメローは、ドイツの政治家、チューリンゲン州首相。2014年に、左翼党所属の政治家として、初めて州首相に就任した。旧西ドイツニーダーザク選ン州のオスターホルツシャルムベックで生まれる。1981年から1990年まで、ミッテルヘッセンで労働組合の初期を務めていた。ドイツ再統一後の1990年に、 旧東ドイツの原州に移り住む1999年、駐輪園州議会議員選挙に出馬し、当選。2005年、連邦議会選挙に出馬し、当選。2014年、駐輪園州議会選挙の結果を受けて、左翼党、社会民主党、緑の党による連立政権の樹立が合意され、ラメローが、州首相に選出される。 2020年2月5日に退任。3月4日、当選にあたって極右政党のドイツのための選択肢から指示を受けたとして批判を浴びたケメリヒ州首相の辞任に伴う再度の州首相選の結果州首相に再任。2021年1月19日にアンゲラ・メルケル連邦首相と新型コロナウイルス感染症への対応を7時間半に 渡って、オンラインで競技していた際、自身がキャンディークラッシュで遊んでいたことを後日、ボイスチャットアプリ、クラブハウスで行われたミーティングで明かした。ラメローはこのミーティングが完全招待制の非公開形式と思い込んでいたが、世間の知るところとなり、また、メルケルのことをメルケルヒエンと指正字をつけて呼んでいたことなども報じられ、男性の無知から来る行為だったと謝罪した。 ありがとうございます。